どうもみなさん、日本語で実況プレイをしているアメリカ人コウヘツスティルです。今回クレイジーマシーンズ3やりましょう。これはですね、まあのんびりパズルゲームかな。それぞれのステージをクリアするには何かの複雑な機械マシーンを作らなければいけませんね。まあこのイントロダクションしか今できないのでこれにしましょう。ガラージドアオープナー。何かのガラージのドアを開けるよね。やりましょう。外誰かいないのか、助けてくれ。ガラージから出れない。外でドアオープナーを置いといたので、そのボタンを押してください。なるほどね。そしてね、まあ、いろんなもの並んでますが、これをスタートしたら、まあ、落ちますね。そして、まあ、目的はこれを押すことですね。なんだこいつ。ユニコーンなんか可愛い。太ってるけど可愛い。まあ、これ、ステージ1だから簡単ですね。あ、そうだね。こうやって。そして、こうやってですね。ぷん。できました。なるほどね。まあ、いや。次のステージへ。隣の子供たちが、トイトラックの上に卵を置いといたんだけど、まあ、目的はこっちから、こっちまで移動することでね。そうするにはね、まあ、スタートしたらこれは落ちてしまうので、まあ、下に何か置けば、なんでバスケットボールが、これ、まずはこれだね。そしてこれ、大丈夫かな？あ、わかった。これ、移動するに、あ、なんか、押す必要あるんだね。こっちにボタンがある。なるほどね。これいらない。ヒントいらない。あー、わかった。ポン。できました。ヒントいらない。次のステージだね。ちょっと今日、喉が痛いですね。なので、このようなのんびりゲーム、やりたくて。洗濯の日だね。なので、このマシン、この機械、この洗濯、なんだろう、洗濯の機械なんだけど、なんていうものでしたっけ？とにかく、あ、そのボタンはどこ？あ、これか。変なところにあるな。意味ある？こんなところに。とにかく、スタートしたら、まずは、あ、それね、まずは、こっちに、これがいりますね。そして、これが、落ちる。なるほど。これ、こっちに、あ、ダメだ。あ、大丈夫。なんか光ってたら、それ、ダメっていう意味かな。お？で、これがそっちへ、これは？ああ、これ意味なくなったかな。この辺？これで、あ、大丈夫だね。こうやったら、この、まあ、青、青じゃない。どこが青？全然青じゃない。それは、緑と黄色。緑入ってた？緑入ってない。オレンジとか？今日、色、やばい。そしてね。大丈夫かな？よし！簡単だね。次！エジプシャンのように、エジプトの人のように作る。なんかピラミッド？作ってくれるように頼まれたんだけど、
なるほどね。これ完成させる。じゃあ、まずは、なんだろうね。これ、どっかに置けるらしいけど、ここじゃない。ここ、意味ないかな。じゃあ、ここ?あ、なんか、これ、落ちない。なんで?空中。わかんないけど、これ。これは、ロッド。ロッドって、一体何者だ?おう。一つのものだと思ったんだけど。あ、もしかして。わお。わお。違いますね。じゃあこっち?逆だろう。これもっと違うか。じゃあちょっとだけ?違うか。あ、それかもしかして。なんかね。あ、これもある。あれ?あ、わかった。いいね。あ、入ってた。次。ボールの進む道、何かを、ダメだ。何なのかわからないんだけど、この緑色のボールはこっちから、こっちを通さなければいけない。なるほどね。スタートしたら、いきなり逆方法。あ、これ、なんだ?あ、もしかして、なんか、回ってくるわけ?じゃあ、これ、まずはこれ直さないとね。何で?これでね。じゃあ、ちょっと、大丈夫かな?まあ、ここまで大丈夫だったね。次は、これかな?あ、でもそれは落ちそうなので、これ、かな?早く!もっと速い、スピードのボタン、あるのかな?ああ。ダメだ、それ。椅子ここで、これはここかな?そうだね。こうだったら大丈夫そう。かも。まあ、こっちに来るまでに。じゃあこれはバスケットボールリフト。じゃあこれもしかして、上に上がって、上がったらどうなる?わかんないんだけど。こっちも問題だね。なので、どっちの方が高い?あ、じゃあ。これ、大丈夫?ああ、そうだね。これが、こっちに来、これか!これは面白い。これも面白い。ああ、これダメだ。まあ、これ、ここまで大丈夫。なので、よし。それ大丈夫だったら、あとで、なんかスピードアップしようかな。タイムラプスを。そうだね。結構時間かかりそうなので。スピード、タイムラプス、開始!よーし、できました。では、次!今回、プラスチックボールリサイクル。天井にいっぱいプラスチックボールがあって、あ、こっちだね。このプラスチックボール、ちゃんと分けないと。てか、プラスチックだったら同じところを入れるべきじゃないの?
わかんないけど。今回、なんだろう。広いレイン。線かな、これも広い。これが普通。そして、狭い。あ、BGM がいい。この BGM が好き。なるほど。さ、このボールのサイズによって、そしてこの、なんだろう、線の広さによって、ボールが落ちる。じゃあ、まずはこれかな。これどうなるか知りたいので、入れない。上に、おお、落ちるね。あー、なんか分かったかも。こうしたら？いや、違うかも。いや、ちょっと待って。やってみよう。赤いはあっち？おお、どうした？どうした赤？やばいね。じゃあ、赤が、ちゃんと入れるように？大丈夫かな？赤は、うん、入った。でも、黄色はね、これもうちょっと、あっち？これクリックした。大丈夫かも。お、ギリギリ。いやー、ダメだった。なんでそっち？これもあるんだけど。あー。あー？あー。あ？わかった。かも。それね。あっち？やった！できました。なるほどね。ギリギリだったけど。次！タイヤを変える。なるほどね。代わり、早く。なんだこれ？腕？なんだそれ。じゃあ、これが、ここまで移動しなきゃね。あれ？こうやっていく？違う？こっから？そうだね。これ、ランプだから、こうや、あ、ちょっと待って。まずは、ああ、わかった。ああ、ボタンあった。ダメだったけど。これ？あ、違う。これもっと上かな。行け！ああ。じゃあまたこれだね。そしてこっちに来たらこれが回って、こっちに叩いて、これが動いて、ここまでだね。そうしたら、これかな？こっちもね。あー、これ？あー、なるほど。これは多分、これを回せる力がない。まあいいや、やってみよう。うん。なるほどね。ちょっとだけ。おう！うるさいこれ。うるさいこれ。おう、できました。じゃあ。バックヤードバスケットボール。なるほどね。ボールこっちに入れる。このボール？じゃあまずどうなるんで、これやばい。じゃあまずは、これかな？これ、どうなる？あー、もうちょっと、下かな？
あ、違う。もっと上。もっと上だね。あ。なるほどね。じゃあ、この前に使ってたこれだね。この辺？そうしてね、これ、どこ？あ、これか。やっぱり。そうして、これ、飛ばせるようには、このようなやつがいるかな。そして、これもね、あと、これ、ああ、ちょっと待って、こうやって、これが落ちて、このタイヤに、あ、なるほど、こうやって、ブフ。できるんじゃない？これ。うっ。おう、いい感じ。おお、これが落ちると思った。おっ。できました。普通にこれを持っていって、自分でできるはずだったけどね。では、今日、ここまで。しときますね。見ていただいてありがとうございました。これどう思われますか？これ続けて欲しかったらコメントしてくださいね。そして高い評価お願いいたします。では次へ。